はいどうもセブンナイツおじさんです。今日もよろしくお願いします。はい、今日は7月5日、明日は6日、明後日は7日ということでね、セブンナイツの日なのかね、7月7日、うん、間近に迫ってますね。いろんな憶測が飛んでますけど、まあ、新キャラは追加されるでしょうね。うん、間違いなく。先月紹介したバイロンとかは多分出てくると思うんですよね。グローバル版の方ではバイロン結構使ってます。一突してますね。まだそんなに進めてないけど、一突フィーナっていう限界突破用のキャラがいるんですけど、近い将来フィーナも多分実装されると思うんですけど、フィーナっていうのは今まで限界突破って同キャラじゃないとできなかったじゃないですか。でそれがフィーナっていうキャラがいれば限界突破できるんですよ。だから私のソルも貫突できるチャンスがまだあるんですよね。フィーナを使ってレベル48にし、レベル40にして、さらにリーヤを使って装備拡張するみたいな、うん、こともね、夢ではないというわけです。なのでね、ソルを全然引けてないよっていう人もね、まだ諦めないでください。それを使ってね、バイロンをね、グローバル版ではレベル32にしてるんですけど、まあ、バイロン強いっすよ。うん。全体攻撃がやたら強いのと、あと単体に、攻撃力 500% ぐらい。ダメージ与えたりもするんで、これがまあ強いですね。ただ、貫通とかは持ってないから、韓国版ではバイロンはもうそんな役立ってないですね。ただ生き返るだけの人みたいな感じになっちゃってますね。敵にバフ剥がしのキャラもだいぶ増えてきてるっていうのと、まあ今バフ剥がしないと韓国版は結構、どうにもならんみたいな感じになってるっぽいんでね。シルビアが、覚醒シルビアが暴走したりとか、免疫が複数免疫が当然、強キャラは、デロンズの上位みたいな感じで、魔法も、物理も、両方弾きます。しかもターンです。みたいな感じのキャラが結構いるんでね。4ターンとかなんじゃないですかね。まだちょっと詳しくは見てないんでね。そこもいずれちょっと、前回ね、グローバル版で紹介したみたいに、翻訳入れながら、紹介できたらなと思っております。はい。なので、私はちょっといろいろ楽しみにしてます。まあ、セブンナイツ召喚券は、グローバル版とかでも配られてはいなかったんで、多分ないんじゃないかなと思います。セブンナイツ武器はあるかもしれないです。セブンナイツ武器はあるかもしれないです。で、あとは、もしかしたら星6ヒーローチケット、星6チケット、しかも選択権はあるかもしれないですね。はい。うん。そのぐらいはあるかもしれない。まあ、コラボはもちろん、コラボキャラはもちろん入らないですけどね。なので、まあ、まだまだわかんないですけど、憶測状態ですけど、まあ、新キャラは追加されるであろうと。バイロンと、前回紹介したのは、なんだっけ？ちょっと待ってね、今グローバル版、周回してたの止めますんで。グローバル版。教えて、キャラクター。まあ、ストーリー進める上ではね、絶対必要なんで、もう先に両方出しちゃってるからね。うん。この後三国志とかも出てくるんでね。関羽とか出てきますよ。まあ、まだ先だけどね。マオソン。マオソン。マオソンで合ってんのかな、これ。マオソンですね。うん。まあ、物理アタッカーですね。スタンとかつけられるのかな？スタンだね。うん。敵全体に
スタンをかけられる技を持ってるっぽいかな。でも単体に 200% のクリティカルダメージ。で、パッシブは免疫か。デロンズと同じ免疫だね。あの、グローバル版の話ですけど。まあ、こいつがどういう感じで出てくるかわかんないですね。私、このキャラ持ってないんで。グローバル版で。最初人気ランキングにバイロンがいたんで、バイロンを手に入れたっていう。もう、あとはその先のキャラが強いっていうのを知っちゃったんで、その先のキャラばっかり取ってるんですよね。ユシンとか、ビダンとか。うん、ですね。はい。まあ、そんな感じで多分2キャラ追加されるんじゃないかなと思います。もう、リンリンとチンタをね、追加されてから多分2週間ぐらい経ったと思うんで。うん。来ます、きっと。はい。信じましょう。で、今日何やっていこうかな。あ、そう。ギルド戦なんですけど、今、あれです。うちのギルドでは、全員このてっぺんの人を狙おうっていう指示が出てて、今、申し訳ないけど、この1番の人18回攻撃されてますね。私もとつりたいと思います。耐久パですね。いけるかな?ジーブが後ろじゃないから、ちょっときついかな?名誉が上限?ああ。あ、いっか。今日はいっか。いきまーす。勝てる保証もないしね。対戦よろしくしまーす。前衛にしか入らなかったな。ただ傷2枚入ったんで、うわぁ前衛の動きは封じたけどね。これで果たして何が変わるか。こえへ、オッケー。アリスをね、なんとかしたいね。これで一回全員復帰するんで。俺、ジェイブとか動けない、ジェイブが動けないのきついな。エヴァンはいいけど。火力はそんなないからね、向こうは。頼むで、また、動けなくしてくれや。あ、来たか、とうとう。いいね。ここに使わせて、ユイを落とすっていうのはいいかもしれないね。カルバドス来るよね。いけ、カルバドス。おいしょ、ユイを落とせ。OK。これで、相手の防御力が下がる。で、ホエバ。ちゃんとアリスも入れてね。お前かい。また全員3人かよ。気絶させるのはいいけど。ちゃんとアリス入れようぜ。あ、よかった、トランシだ。いけ、アリス倒せるか。あ、倒せなかった。これは やばい。お、いける。いった。これは勝った。こ
これは勝ったでー。天下無双山、これが本当の一騎当選じゃー。オッケー。 iPhone 死んでんね、いつの間にかに。なんで死んだんだろう。結局1個か。つら。2個取れたと思ったのに、エヴァンが死んじゃうせいで。まあいいでしょう。まあね。もう根こそぎ取ってやりましょう、もう。もう一回行きましょう。勝てばもう1個取れるからね。勝てばね。勝てばの話です。オッケー、いいね。これで終わりだ。やったか。先にカードの中から使わせるのはいいよね。これで状態異常解除できないからね。よし、ユイを状態異常にした。これ倒したじゃね。これはちょっと残念だね。沈黙受けんなよ。2人受けたか。まあでもまだ感電してないからな。さっきは感電したからな。ああ、カードの中から使われた。俺の火傷が。すかさず怒りを撒き散らす。やべえな、即死が。即身持ってるやつは黙らしときたいね。あーやばいかも。あージャッコーが。これはちょっと勝てないな、この流れは。この流れはちょっと勝てないな。見事に即死がハマった感じだな、これは。まあやっぱラムレザル脅威っすね、耐久パンのラムレザルは。大さんありがとうございました。うん、あーこんなところですかね。はい、まあ今日のメインはまあ7月7日の予想というか、まあそんな感じですね。で明日のニコ生で多分
そういうイベント内容みたいなのも発表されると思うんでね、まあ興味ある方はぜひニコ生を見ましょう。で、ニコ生見てね、まあ次の日をね、ワクワクして待つという形で、私も過ごしていきたいなと思っております。はい。ではご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。